満足。大変だと思います。ただ地上の綺麗な風景を見られていいなって、私もいつか降りられたらいいなって思うんです。そう、無駄話しちゃいましたね。ごめんなさい。それじゃ失礼します。写真データを受け取りました。ありがとうございます。これが砂漠のバラなんですね。なんだか神秘的な形してます。地球にはこんな豊かな自然があるんですね。バラの他にもたくさんある。ユリや桜にスズラン、月の涙。機会があればまた送る。ありがとうございます。この写真宝物にします。お礼のメールも後で出しておきますね。ではでは。ルービーからオペレーター6O へ資材の受け渡しを完了。了解です。お疲れ様でした。まったく、相変わらず司令官は人使いが荒いですよね。ルールにも厳しいし、効率優先のロボットみたいな生活を送ってるんでしょうね。司令官はそんなにお堅くないですよ。え、どういうことですか。司令官ってああ見えて意外に大雑把なんです。服なんて脱いだら脱ぎっぱなしのためっぱなしなので、よく洗濯班が嘆いてるんですよ。それに自分のボディのメンテナンスチェックとか全然実行しないんですよね。そういう雑なところを人に見せないのが司令官らしいんですけど。あなたはどうしてそれを知ってるの。秘密です。それでは。秘密。ポット、了解。まだ何も言ってない。オペレーター 6O と 2B の会話を解析。推測、 2B はオペレーター 6O に対し何か地上のものを贈答したいと思考している。その通り。提案、貴重な花の写真。花の写真。報告、過去の記録によると女性の過半数が植物の生殖器である花を好む。画像データであれば通信のみでバンカーに伝えることが可能。推奨、砂漠に生息する砂漠のバラの画像データを撮影し送信する。
司令官って本当に人使いが荒いですよね。もし僕たちに魂があるなら、ここで。おやすみ、トゥービー。いい夢を、僕も。すぐに行くから。
推奨、定期的な実施。貴様も機械生命体だろう。いいえ、あなたと戦うつもりはありません。私の名前はパスカル、戦いを嫌う機械生命体です。私の仲間を何人も殺した罪を償ってもらおう。そうですか、仕方ありませんね。それであなたが救われるのなら。用意がいいな、追うぞ。これはエミール。エミール、気をつけて、まだ生きて。なんだ。なんだよこれ。警告、旧世界の魔法兵器マスを利用した攻撃はあらゆる防御システムを貫通する可能性あり、推奨回避。分かってるよそんなの。あれは僕の分身の慣れの果てです。重なる増殖と長年にわたる戦争で自我が崩壊してしまっているんです。あいつらは僕が決着をつけないと。いいから休んで。やめろ。終わり。お前らこの痛みが悲しい。
2B9S 貴様たちをウイルス汚染の疑いで拘束する。戦争がいつ終わる？本当に？Hehehe